どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のですね、新型コロナウイルスの対応ということで、またですね、 ANA スカイコインと ANA のマイルのですね、有効期限の延長はね、発表されておりますので、こちらの解説とですね、しばらくね、新型コロナウイルスの対応については解説ね、出させていただいておりませんので、こちらについてですね、現時点でね、出ている情報ですね、まとめてね、解説していきたいというふうに思います。まずですね、 ANA マイルと ANA スカイコインの有効期限の延長についてですね、2020年の3月31日から2021年の2月の28日までにね、有効期限を迎える ANA マイル、ANA スカイコインについては、2021年の3月31日まで有効期限がね、延長されるっていった形になります。こちらについてはですね、マイルから交換済みの特典を不可抗力、またはお客様都合のですね、払い戻しをされた場合は、払い戻し手続き時点でですね、有効期限を迎えているマイルについては本対応の対象外っていうふうになっております。またですね、 ANA スカイコインの場合も同様といった形になっておりまして、不可抗力またはですね、お客様都合の払い戻しをされた場合に、払い戻し時点でですね、有効期限を過ぎている場合は対象外っていうふうになっております。でですね、2020年の3月31日から2021年の2月の28日までのね、こちらの期間に関しては、私たち利用側がですね、特に何かするって言ったことは必要ないっていった形になっております。ですので、まあ自動的にですね、有効期限がね、延長されるっていった形になりますので、この点はね、覚えておくようにしてください。でですね、もう一つ期間がありまして、2021年の3月31日から2021年の8月31日までに有効期限を迎える ANA マイルスカイコインについてもですね、2021年の9月の30日まで延長されるっていった形になります。でですね、こちらに関しては、一度ですね、2021年の3月31日までに有効期限が延長になった分の ANA マイル、ANA スカイコインについても対象といった形になっております。またですね、こちらも先ほどと同様で、不可抗力または自己都合でね、払い戻した場合に、期限がね、過ぎているマイル、スカイコインについては対象外っていうふうになっております。でですね、こちらの後の期間ですね、2021年の3月31日から2021年の8月31日までの期間についてはですね、こちらの期間に関しては参加登録っていうのをですね、行わないと対象というふうになりませんので、こちらね、特に気をつけていただきたいなというふうに思います。公式サイトね、こちらの動画の概要欄にね、載せておきますので、こちらね、対象の方はですね、参加登録確実に行っておくようにしてください。でですね、マイルの残高照会の表示についてはこのようになりますということで、こちらね、公式サイトの画像になっているわけなんですけども、こんな感じでね、表示されるっていった形になります。またですね、 ANA スカイコインについてはですね、こんな感じで表示されるっていった形になっております。でですね、今話したですね、 ANA マイル、 ANA スカイコインのね、延長対応というのが新しくね、発表された内容っていった形になっております。いや、 ANA もですね、かなりね、状況厳しい中でですね、本当にね、きっちり対応していただけるっていうのはですね、本当にありがたいなっていうふうに思うわけなんですよね。ですけども、本当にね、会社がこけてしまったらね、どうしようもない話ですので、まあ、個人的にはですね、まあ、こういう対応っていうのはね、すごいありがたいわけなんですけども、本当に頑張ってもらいたいなっていった感じですよね。またですね、既存で出ている商法としてはですね、ステータスに関してですね、2020年度にダイヤ、プラチナ、ブロンズステータスをね、保有している方は2021年度も同じステータスがね、維持できるっていった形になっております。こちらね、年度で分けられているっていった形になりますんで、2021年度ということですんで、こちら終わりの期間はですね、2022年の3月末までっていうふうになりますんで、この点もね、覚えておくようにしてください。またですね、株主優待券についてはですね、こんな感じでね、色分けされているわけなんですけども、ほとんどのものはですね、半年以上ね、延長になっているといった形になりますので、もしね、こちらの株主優待券ですね、保有されている方は、有効期限ね、確
確実に確認していただいて利用してねいただければなっていうふうに思います。私もですねまだね2枚ほどね保有しているわけなんですけども、ちょっとね今月いっぱいで有効期限切れちゃうんでどうしようかなって思ってるわけなんですけども、考えてるっていった形になっております。またですね航空券のね払い戻しに関してなんですけども、国内線に関してはですねもうこの新型コロナウイルスのね特別対応っていうのがね終了っていうふうになっているわけなんですけども、国際線に関してはですね今もですね払い戻し無料でね対応がねされているっていった形になっております。2020年10月21日発券分で搭乗日が2020年の2月の26日から2021年の1月31日までのね搭乗分に関しては払い戻しがね無料っていった形になっております。でこちらのねチケットの払い戻し無料についてはですね優勝のね発券であっても特典の発券であっても問わずね無料で利用できるっていった形になっております。まあねさすがに保有している方はですねかなり少ないかなというふうに思うわけなんですけども、まあここまでですね新型コロナウイルスの影響っていうかですね期間ですよね、今年の3月とかにですね年末とか年明けとかね予定されてた方ねいらっしゃるかなというふうに思いますので、対象のね航空券保有されている方は確認しておいていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA マイル ANA スカイコインの新型コロナウイルスの特別対応ということで有効期限延長がですね発表されましたので解説ねさせていただきましたけども、本当にね自由にね旅行に行けるのは本当にいつになるんでしょうかね。国内でもですね新型コロナウイルスの第3波到来かみたいなねニュースもやっているっていった形になっておりますんで、まあ、海外旅行に関してはですね来年のゴールデンウィークとか夏ぐらいになってしまうのかなっていうふうに思いますよね。またね GoTo トラベルね今やっているっていった形になりますんで、個人的にはですねこの GoTo トラベルがねやっている限りはですね国がねやっているキャンペーンっていう風になりますんで利用していただいても、まあ、全然 OK かなという風に思いますし、応援っていうする意味でもですね利用してみていただきたいなという風に思っております。ですけども、まあ、感染対策はですね、まあ、確実にねしていただいて利用ねしていただければなという風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方ですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。